ょっと今日は趣向を変えまして、いつも通りなカメラの視点ではあるんですけども、この新しい筐体シャテポンをちょっとやっていきたいと思います。で、こちらに遊び方が書いてあるんですが、このガンユニットを移動して車線の高さに入るとゲームスタート。まあ、上下で高さを合わせてからスタートを押すと横移動は自動で動くようですね。で、横移動の間に上下ボタンを押すことでその間も動かすことができると。で、往復回数が決まっていて、それが0になるとゲームが終了すると。その間に発射ボタンで弾を撃って的の中央に当たればゲットとなるらしいですよ。そんな感じです。じゃあちょっとやってみましょうかね。よとりあえずこの右側の下にあるマイクラのゲームストーンライトを狙ってみます。弾の発射位置って、あ、もう始まっちゃうの。あ、なるほど、これで調整していくわけですね。よっ、あ、もしもし、あ、終わりなのもうこれ。あ、じゃああれなのか、 そこ以外の左側の的にも打った方がお得ということですか。今ちょっと声が入ったと思うんですけど、ゲストさんがいまして、フォロワーさんのミキさんと今日は一緒にやっております。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあもう一回いきますね。結構下目な感じかな。あ、そっか。弾数もあるのか。全然分かってなかったんですけど、往復プラス弾数も2発って決まってるんですね。ってことは結局狙った的に、最初に行った時と戻ってきた時両方に打たないとダメってことか。なんとなく分かりました。こんな感じかな。これで調整しておいて、あ、難しいですね。ミキさんはなんか昔ライフルを使ってたことがあるとか、はい、話を聞いたんですけど、はい、やっぱそれと感覚がちょっと違うんですよね、これは。やっぱりそうですね、ちょっと違います。ミキさんちょっとやってみますか。あ、はい、はい、ちょっと交代してミキさんに。ミキさんも初めてらしいですね。はい、OK、 バイバイ。どこから発射されるかちょっと分かりにくいですよね。はい、あ、OK、 No、 あ、No、 No、 200円入れてても最初に戻っちゃうんですね。はい、合わせづらいですね。あ、惜しい。 OK、 もう高さを置けるじゃあ。 あ、 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 あ
難しいです。というわけでもう一度交代しました。なんか今でもミキさんかなり上下の合わせはうまくいってたような気がするんですけど、私いまいちまだ感覚つかめてないんですよ。もう一回じゃあやってみます。下の方な気がするんで、はい、ああちょっとだけ下。あとは発射のタイミングなんだけど、なんかボタンを押すよりちょっと押したよりちょっと遅く出るのかな。でも今もう穴のほぼ横だったので、高さ的には多分この辺でいけるんじゃないでしょうか。ちょっとしたかな。あ、難しいですね。もう一回いきます。若干タイムラグがあるような気がするんですよ。ああそう思うと押した時にちゃんと出ると。なんかコツありますか？え、私の番。あ、いや、やります。どっちもいいです。あ、どうぞ。わかりました。はい。やりますか。 OK。 じゃあ、ミキさんと交代しました。あー、届けないです。焦られる気がしないんですけど。焦ると遅れちゃうから早めに押すんですけど、そうすると今度早すぎるんですよ。私が下手なだけですかね。
これは入る気がします。もう一回行きます。全然ダメ。よいしょ。後ろで見ててなんか分かりますか？分かんないですよね。まあこれは無駄義務じゃないですね。いつも、はい、商品がないスペースが見えるけど難しいです。難しいですね。どうしたかな？いくらぐらい使いましたかね？全然覚えてないんですけど。もうちょいやってみます。あ、え、は、今弾いた。何がやりましたか？今多分くっついてる玉にちょうどぶつかって弾かれたんですよ。じゃあもう一回だけこれで終わりにしましょう。取れなくても。また当たりましたね。でもちょっとこれは無理かな。ゲットするまでやりたいところですけど、これってアシストの仕様もないですし、ちょっと私には無理かなと思うので、ここで諦めます。すいません。またまあ何かの機会で挑戦したいですね。ではこれで。